水曜日といえばもうお分かりですね。夜8時半から生放送をやりますので、ぜひご覧ください。リンクは動画説明欄からどうぞ。さて、最近物騒な事件が目につきますよね。先日も白昼の銀座で堂々と強盗が行われました。この事件では4人逮捕されているんですが、16歳18歳が1人ずつ、19歳が2人というね、若すぎますよね。これも別に指示役がいる闇バイトと見られています。捜査関係者は4人は知り合いではなく初めて会ったという供述をしているとのことです。さらに用意周到さも目立ちます。レンタカーのナンバーを変えたり服装を変えたり、だから結構準備してるんですよ。にしても今回逮捕された4人なんていうのはもう捨て駒ですよ。リスクしかないのになんでそんなことしてしまうんだろうって多くの人は思いますよね。だけど最近こういう事件が目立ちます。東京都内では3月以降、貴金属店や宝石店のショールームをバールで叩き割るなどする手荒な手口の強盗事件が相次いでいる。容疑者として逮捕されているのは銀座の腕時計店強盗と同様、20歳前後の若者たち。指揮者は背後に指示役がいる可能性はあるが、あまりにも短絡的、人生が台無しになるリスクが大きいことを肝に銘じてほしいと指摘している。捜査関係者は、このような手荒な犯行に及べば必ず捕まるということを見通せない若者が増えているのではないかと驚きを隠さない。東洋大の桐生正幸教授は、ルフィを名乗る人物らが指示したとされる一連の広域強盗事件の影響を挙げ、若者が簡単に金を稼げる方法として強盗に目を向けた可能性があると指摘する。強盗罪の法定刑は5年以上の懲役。桐生教授は冷静に考えて踏みとどまってほしいと呼びかけた。まあ普通に考えるとこんなことはやらないと思いますよ。だって日本の警察って優秀ですからね。あんな荒々しい強盗とかやったら、まあ捕まりますよ。で、捕まったら今後の人生ってね、めちゃくちゃになるでしょう。そういう先のことを全く何も考えていないのか、軽い気持ちでお金稼ごうと思ってちょっと応募しちゃったら逆に脅されちゃって抜けられなくなっているのか、まあそういう状況だとしても犯罪だっていうことには変わりありませんけどね。実際恐怖で支配されるというケースはあるようですね。これ別の事件なんですけど、特殊詐欺の受け子を闇バイトとしてやっていた男性は、辞めようとすると家族に手をかけると言われて抜けられなくなったと言います。世の中そんなうまい話ないですからね。変に報酬が高いものっていうのはそりゃやっぱりね、危険が伴ってきますよ。まあしかし今は手っ取り早くお金が欲しいっていう人が結構いるんでしょうね。まあ、近年はなんかコスパだ、タイパだと効率を重視する人いるでしょう。女性はパパ活で稼いでる例がありますよね。こっちはこっちで問題になっています。まあなんか柔らかい言葉遣いではありますけど、これやってることはまああれですよ。女はパパ活、男は強盗ってさ、どうなってるんですか日本は。まあパパ活の場合、まあ本当にその食事だけで終わるケースもあるとは思うんですけど、大抵はやっぱりね、時給1000円で働くか、それとも、まあ、数時間おじさんに付き合って、まあ、満単位の報酬を得るか、後者を選ぶ人がやっぱ効率考えると結構いるんでしょうね。ただこれもリスクはありますからね。安易に強盗をやると刑務所送りになるかもしれません。そして安易にパパ活をやると病気になるかもしれません。ここ数年梅毒が増加傾向にあると言われていますよね。この時代になんと最多を更新していると。性交渉での感染が大半ですが、キスでも感染する可能性があるといいます。治療せずに放っておくと数年から数十年後に心臓や血管、神経に異常が現れる場合があると毎日新聞が報じていますね。これまで減少し続けていた刑法犯認知件数も昨年は増えているんですよ。ゆゆしき事態ですよね。まあ、それでもまだコナンが住んでいる米花町とかに比べるとマシだとは思うんですけれども、まあそういうね、やっぱ治安を良くしていくための社会環境の整備というのが求められています。指示役の方は秘匿性の高いアプリを使っている可能性が高いというか、まあ大体それなので、なかなかこれ捜査進めるの難しいですよね。まあ、あと恐怖でその脅されていたとしたら、口割ったとしてもその口割るのも難しいし、さらに秘匿性の高いアプリでってなるとね、今やはり問題になってるのが若者なので、最近の若者はみたいにこう言われるケースもあると思うんですけど、まあやっぱ環境要因が大きいんじゃないですかね。ちょっと前までスマホすらなかったわけですし、そういう環境がどんどん変化する中で、まあちょっとやっぱ我々のね、認識がついてこれてないっていう部分があると思いますよ。ということで続きは生放送でやりますので、ぜひご覧ください。リンクは動画説明欄からどうぞ。